昨日、有害物質のカドミウムを含んだ汚泥が府中市内の川に流れ出したのを受け、回収作業が続いています回収作業は汚泥が流出した昨日から府中市の出口側で続いており今日も午前8時半から川底に沈殿した赤茶色の汚泥をホースで吸引しています府中市によると、昨日午前8時から9時頃の間に 新谷町にある出口川の湧き水の処理場から有害物質の重金属、カドミウムを含んだ汚泥が流出しました市が下流の6か所の水質を検査カドミウムのほか銅や亜鉛などの濃度は基準を下回っており生活に深刻な影響はないとしています